落語というものは頭だか尻尾だかわけのわかんないことを、ぼんやりと喋っている。それをまた皆様方がぼんやりと聞くというところにいいところがあるんで、よく大変熱心に聞かれる方がありましてね、ことにこの寄席の方なんかですってと、大学の落語会の方のね、生徒さんやなんかが一番前のところに陣取ってて、なんかこう手帳にペンかなんか持ちましてね、話をしててちょっと間違えるとちょっとチェックしたりなんかして、なんか取り調べを受けているようなもんですが、それほど真剣になって聞くほどのもんじゃないんですね。ぼーっと聞き流していただくと我々の方も大変に助かるようなわけでして、だからよくお客様方には言われます。お前方はいいな、バカなことを言って商売になるんだからな、てめえの身の上話してりゃいいんだなんてなことを言われるんですが、だからそちらの方から見るってとバカなように見えます。大変間抜けに見えます。これは間抜けに見えなきゃいけないんですね。そういうふうに一生懸命努めてお客様方に優越感を与える。だから透明はバカに見えますがね、よく付き合ってみるとやっぱりバカだったりしますよ。その辺のところは大変にまあ難しいといえば難しいもんですが、大体がこの世の中どんどん変わってるのに大変のんきな商売でしてね、こうやって着物なんぞを着て他の方たちとは違う、わざわざこういう特設の台かなんかに乗せていただいて喋っておりますが、よくお年寄りなんかとお話をいたします。昔はどうでしたなんてなことを言っていろいろと伺ってます。ずっとこの世の中見てきてガタンと変わったよと、こういうことを言われますね。世の中徐々に変わってきたんでしょったら、そうじゃない、世の中ったら昔から見ているってとずっと徐々に変わってきているかなと思ううちにガターンと変わっちゃったんだ、あんまり変わり方が激しいんで私なんざ驚いてるよなんてなことをお年寄りから伺いまして、何がきっかけでそんなに変わったんですかって聞いたらば、やっぱり電気だそうですな。電気というものはこの世の中にバッと人間がこしらえ上げてからというものはもうガラッと変わっちゃったそうですね。それからというものはダダ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 あっという間に世の中どん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 変わっちまうね。もうとにかくそれはもう確かにそうでしょうね。夜だって表は今ずいぶん明るいです。いやしかしちょいとこのところはね、電力節減なんてんで世の中だいぶ少し薄暗くしてますけれども、昔なんざ本当に真っ暗だったそうですね。電気のなかった自分なんざよほど半から土地でももうちょいとこの暗くなってくるってえとみんな大戸を閉めちまって、それで、シーンと静まり返っちまう。だから表歩くのにみんなこの提灯でね足元を照らして歩く。だからこの昼間からあんなもの持って歩くなんてのはどうも間抜けでいけないね。雨上がりの時に傘持って長靴履いて歩いてるようなもんでね、なんか間抜けでしょうがない。だからそんなものは持たねえよ、ほら慣れてから平気ない暗闇なんだなんてんでね、若い方になるってえと平気なもんですね。凸凹道を足高なんか履いてね、真っ暗のところダーって駆け出せるのね。明るくなってトーンと転んだりなんか大変にこの人間というものは慣れというものは恐ろしいもんですが、その自分若い人たちは一体どういうところへ遊びに行っていたのかと思って伺ってみましたところ、横丁の稽古屋さんなんかへ参りましてね、お稽古事をする、まあ芸を習うというのも一つの楽しみなんですが、まあ師匠を交えてお弟子さん連中がいろんなことを言ってワイ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 言っている、これが大変に楽しい。あと遊びとしてはどんなものが盛んだったかというと、やはり御将棋だそうですね。御将棋に凝って親のそれこそもう本当に感動を受けるまで行っちまうなんというようなことがよくあったそうですね。昔はもうそれこそ締め出しを食っちゃったりなんかしてね、すいません、お父さん、はい、すいません、ちょいと開けていただきたいんですがな、明日の晩から早く帰ってきますから、今夜はもっと早く帰ろうと思ったんですがね、よしはよかったんですが、あと一番付き合ってくれって言われましてね、ちょっと手出しちゃったもんですから夢中になりまして遅くなりました。明日の晩から早く帰りますから開けてくださいな、お父っつぁん、すいません、明日の晩から早く帰りますから開けてくださいな、おっかさん、お父っつぁん開けてくださいな、おっかさん開けてくださいな、お父っつぁん、おっかさん、なんで掛け合いだね、どうも、どれだと思ったら運搬のお馬さんじゃありませんか、あらまあハンちゃんじゃありませんか、どうなさいましてこんなに夜遅く、今ね友達と一緒にね将棋指してて締め出し食っちゃったんですよ、あらそう、私も今ねお友達と一緒にね歌があったとってて締め出し食べちゃったの、なんで食べちゃったってな、だって私女じゃないですか、締め出し食っちゃったなんてそんな品の悪い、そんなの品が悪い方がいいんだよ、そうですかね、お互いに困りましたね、ハンちゃんどうなさんの、うん、もううちの親父は強情
用ですからね、閉めちゃったら開けてくれませんからね、まあ、仕方がないからこれからおじさんの家行って泊まってもらいますよ。まあ近くにおじさんがいて羨ましいわね。私もおばさんが一人いるんですけど、ちょいと遠いんですよ。どこなんです？肥後の熊本なのか。といや、あの半ちゃんにお願いがあるんですけど、これからおじさんの家行くんでしたら、私も一緒に連れてって、今夜一晩どこでも構いませんから泊めていただけないかしら。いい、それダメ。ダメなんですね。もうとにかく私はこうやって毎晩のように締め出しを食ってるでしょ、ええ、おじさんの家行って泊めてもらってね、あくら朝になるとおじさんを引っ張ってきていろいろと言い訳を言ってもらったりなんかしてんで、今ね両方しくじっちゃったんですよね。うん、でそんなところへ夜遅く知らない女の人を引っ張ってってごらんなさいよ。もうどん大変なことになりますよ。いや知らなかないわよ。はんちゃんとこのおじさんって人よく知ってるわよ。ほらほら、あの赤ら顔でもってでっぷりと太った方でしょ。ほら、あの目の脇にこぶのある方じゃない。そりゃこぶがありますよ。あったっていいでしょ。それはいいのよ。あれ大事にこぶよ、あれはね、喜ぶと言って何を言ってんですよ。そんなこと言っておだったってダメですよね。とにかく私はおじさんの家行きますから、あなたそこどんどん叩いてあげてもらいなさい。いいですか。ごめんください。おやすみなさい。冗談言っちゃいけないよ。何を言ってんだよな。夜遅くそんな若い女の子なんか連れて行けるわけはねえじゃねえかな。本当に嫌だね、女ってな。ああいうこと平気で言えるんだからね。そんなこと言わないで連れてってちょうだいな。なんだついてきちゃう。困るんですよ、ついてきちゃ。いや、あのね、じゃあ本当のことを言いますとね、実はね、うちのおじさんというのは、おいそれのおじさんと申しましてね、何でも自分一人で勝手に心得ちゃうおじさんなんですよね。そんなところ夜遅く若い女の子を引っ張ってってごらんなさいよ。どう捉えるか分かりませんから。どう捉えたっていいじゃありませんか。お互いに何でもないんですから。それがそういうわけにいかないんだからね。悪く思わないでくださいよ。いいですか。ごめんください。何を言ってんだ、冗談じゃねえや。いけないってのに来るってんだからね。どうして女ったなずうずしいかね。どうして私はずうずしいのよ。まだついてくんな。いや、あなたね、そっから帰ってくださいよ。困るんだよ、ついてこられちゃ。いや、あのね、私が嫌だってことをしないでくださいよ。ね、そっからお帰りなさいよ。あなただん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 家から遠く離れていっちゃうんですよ。ね、そっから帰りなさい。まあ、しょうがねえな、本当にな。嫌だってんだよ。弱ったな、どうも。じゃあ一つ駆け出してやろう。駆け出しは男の足に女の足だからね。向こうだって離れちゃえば諦めるからな。どっかしゃー、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 どっかしゃー。よし、こんだけ駆け出しときゃもう大丈夫だからな。まだそばにいるな。あのね、そんなにムキになってかけることはないんだよ、あなた。弱ったな、しょうがねえな。よし、じゃあおじさんのところ入っちゃったらどんなことあったって開けねえぞ。おじさん、開けてくださいよ。おじさん、早く開けてください、早く。迫ってますから。おじさん、早く開けてくださいよ。うるせえ野郎だな。もうトロトロっとしたかと思うと、おじさんって叩き起こしやがって。本当に分かったよ。どん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 叩くんじゃねえよ。おじさん起きたよ。うるさくてしょうねえ。本当にトロトロっとしたかと思うと、いつもおじさんって叩き起こしやがって。分かったよ。静かにしろよ。本当に決まってやるわ。また将棋でもって締め出しをくっつきやったんだろう。言い訳もあんまり将棋でなんと締め出しを食うねえ。おじさんは浴び打ったってもう飽きちゃったよ。もっと他のことでしくじったらどうだい。人並み優れたそっぽをしてやって、たまには女でも引っ張ってきてみろ。本当に。おい、ちょいとばあさん、またこのババアもよく寝るな。おい、寝るんだか死ぬんだかわからねえんだからね。ちょいとばあさん、おい、小網町の半七が来たからちょいと起きてやってくれよ。おい、ちょいとばあさん、おい、しょうがねえな本当に。おい、ちょいとばあさん、小網町の半七が来たよ。はい、あら、まあ、まあ、まあ、おい、どこ行くんだよ。ふらふら危ないよ。何してんの。仏壇を開けて位牌を出して腰巻き進んじゃったねえもんしょ。何をしてんだよ。まあ、おじいさん、私はね、酔いの口からこんなことがありゃしないかと思って心配をしておりましたんですよ。何でもこういう時にはご先祖様から先運び出して落ち着きなさいよ。どうしたんだ。何だい、何だ。いや、だってあのおじいさん、小網町で半鐘を鳴らしてる。半鐘を鳴らしてんじゃないの。小網町の半七が来たの。あら、まあ半分が来たんですか。そう、お前よく来たね。まだ表にいるんだよ。あら、まあおじいさんたら寝ぼけて。おめえが寝ぼけてんじゃねえ。驚きましたよ。人間というものは寝ている時には魂が遊びに行ってるんですから、そこをいきなりバーサンバーサンバーサンって叩き起こして、うまい具合に魂が帰ってきたから良さそうなものの、もし帰りそびれたら、くだらねえこと言ってた。はい、倒すよ。本当に開けてやったくらい、うるせえからよ。腰が痛くて立てねえ。今こっからずっと風が来てったよ、お前は。
なんか用だとなるとどこが行ってそこが行ってってやっていいよ。ほら開けるよ、本当に役立たずだったってあるやしね。あったあった、もうあんまり叩くんじゃねえ、おしょんちきて本当にしゃあねえな。あっ、どう、おちぃ、何してんだよ、開けたんだからこっち変なよな、うん、いやだあっちは嫌だってんですよ、俺のは嫌だよ。なんだい、なんだあの私はいい面の皮なんですから、俺のはいい面の皮じゃねえか、寝てるところ叩き起こされて。なんだ、なんか言いたいことがあるのか。だからね、日野の熊本の方行った方がいいってんですよ。起きてて寝ぼけるって言って張り倒すどこですか。こんなに夜遅く日野の熊本行けるわけはねえだろ。え、開けてやったんだからこっち入れてんだ、ほんとじれって野郎だな、こっち入んなよ。ほんとにたまにはまっすぐ家蹴ったらどうだい。いつだったおめえこっちは寝込んだなと思うとたんにダンダンダンと叩き起こして寝そびれちゃうんだよ。ほら昼間眠くてしょうがねえじゃねえ、本当にしょうがねえったった。お連れさんがあんじゃねえかおめえ、おめえ一人で先入っちゃうやつがあるかい。薄情だねおめえは、うまくやってる。いやいや、そいつそれは違うのじゃ、まあ、いいやいいや、なんかいいよ、いや分かってる分かってる、大丈夫だ、いいんだ、いいあのね、あのいいよ、なんか言うんじゃない、大丈夫だよ。おじさんとこ連れてきたのお前偉かった、うん、親父んとこ連れてきゃ大変だお前な、おじさんだから大丈夫だよ、任しときな、うん、おじさんに任しとけ、うまいぐらいにぐっとまとめて、まとめちゃ困る。おじさんそれはね大変な誤解、うるさいよお前は、なんか言うんじゃないよ、分かってんの、うん、本当に、あんまり世話やかせんじゃねえ、そんなことは心言ったらこっちは、いいよ、今更こういう人も恥ずかしがったってしょうがねえ、うるさい、なんか言うんじゃない、もう聞かない、おじさん聞かない、分かってる、本当にお前は、お前そこにいるとな、姉さん入りにくいから早く2階上がっていってんだよ、いいから早く上がんなさい、黙っておもろいんだよ、おじさんのこと聞けよ、うんちょ、いいから早く悪い、本当にうまくやりはって。どうぞこっちも入んなさい。あいすいません、夜分遅くに伺いまして。いいんですよ、こういうことは夜分の方がいいくらいなもんで。さあさあさあどうぞ、あの半ちゃんがいけないというのは私が無についてきてしまいまして、今晩一晩どこでも構いませんから泊めていただきたいんですけども、結構ですよ、私のところはねババアと二人っきりですからね、どうぞお気兼ねなくちょくちょくお遊びにいらっしゃい。夜分2階上がってますから、どうぞもうお2階お上がんなさい。いやと戸を閉めんな、私がやります、人の家へ来てなんか用しちゃいけません、私がしよう。あのねそこちょっとはしごが急になってますから、よく捕まらないってと危ねえございますよ、あ上が低くなってますからね、そういった頭はかがめねってと、曲げぶつけますからね、大丈夫ですか、あのなあんこ布団が一組しかねえからな、風邪ひかねえように仲良く寝るんだぞ、分かったか。おいばあさん見たか、今の娘さんを、見ました、ともおじいさん私目が覚めちゃいました、いい女だね、俺も今までどこそこ小町だなんて言われてんのを見たことあるけども、あんないい女ってのは俺初めて見たよ、観光のやつは普段からね、おじさん世の中で私はね女ぐらい嫌いなものはありませんよなんてなことを言ってやってね、何ちしょうの言うことも当てにならねえな、そりゃまあね、おじいさんだんだって年頃ですからね、まあそう言われてみりゃそうだね、だけどなんだろう、ああいう若いのを見るってえと俺たちの若い自分のことを思い出すな、まあおじいさんおよしなさいましよ、決まりが悪いねえねえねえ、決まりが悪いでってやな、決まりの方で悪いって言うよおめえなんだ、ああいうことがあったという話だよな、一緒になった時なんだちょうどあんなもんだったよね、俺が22でおめえが20歳、あの時は2つ違いだな、そうでしたね、まあ2つ違いでしたね、まあいつまで笑ってんだよ、だっておじいさん今だに2つ違い当たり前じゃん、くだらねえこと言ってやるなんとね、どういうことになったかね、おいもう寝たのかい、どうしたい、寝たかい、今寝るとこでしよう、あっちったな、大原さんだから言ったじゃありませんか、
私がいけないというのを無についてくるからこういうことになっちゃうんですよ。こんなところで二人っきりにされちゃってどうするつもりですか。え、どうしたらいいんです。あ、すいません、私が無についてきちゃったのが悪いんですから、私がこうして起きてますから、どうぞはんちゃん寝てくださいまし。いえ、私が起きてますからね、どうぞお花さん寝てくださいな。いえ、だってはんちゃんのおじさんのうちなんですから、どうぞはんちゃん寝てくださいな。わかんないな、あなた。え、私が起きてますからあなた寝なさいよ。なんだよ、もう大きな声出してんね。え、もう揉めてんのかい。ちょっと早すぎやしねえか。明日の朝になったらお父っつぁんとこ行ってちゃんと話をしてやるからな。今夜喧嘩しねえで仲良く寝ちゃいなよ。寝ねってとお医者上がってってな、おめえたち寝るまでそばでじーっと見てるよ。わっちゃったな、もう。そうはねえな、本当に。じゃあね、お花さん、こうしましょう。こうやって二人っきりで起きてるわけにもいかないんですから、寝なきゃなんないんですが、かといってね、布団は一組しかありませんし、ええ、この布団、半分ずつ寝ましょう。ね。で、私がちょうどこの真半分のところにね、線を引きますから、ええ、今、こうやって私がちょうどこの辺りがこう真半分ですから。線引いても消えちゃいますね、これは。やっちゃったな。じゃあ、このところ、こう、シワをこう、こういうふうに、はっきりつければね、大丈夫でございます。これがちょうど半分の線ですから。で、私はこっち側に寝ます。あなたそっち側に寝てください。ね。で、どんなことがあったって、この線を越してこっち入ってきちゃいけませんよ。いいですか？入ってくると私は怒りますよ。そんな怖い顔して言わなくたって、入っちゃいけないよって言われれば、私入りませんよ。誰が入るもんですか。入りゃしませんと、もう。寝ちゃうと分かんないけど、不能病院で、だから向こう向いて寝てください。ね、あっちはこっち側向いて寝るから、お互いに背中合わせでいいですね、なんてんで大変な騒ぎですね。木曽殿と背中合わせの寒さかなといって、この背中合わせというのは、なんかこっからスースー風が入ってくるようで、寝にくいもんだそうですね。よくあんまり分かりませんけど、うちはのべつ背中合わせじゃなくて正面、まあそんなことはどうでもいいんですけども、二人が寝られないでもそ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 しているうちに、一点にわかにかき曇りまして、ポテリッポテリッと降ってきた雨が盆を返すよ、ザーッという降りになってきた。ハンちゃん、雨が降ってきました。ねえ、ハンちゃん、なんさ、あんた、なんですよ。雨だって降るんですよ、お天気ばっかりじゃくたびれるから。雨にかこつけてこっちに来ようとしたりして、そっち行ってらっしゃい。死だなんて言わなくたって、私、雨が降るって言うと寂しいんですよ、寂しくたって行けませんよ。その時、ピカッと光って言うと、ガラ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 。ハンちゃん、観覧様、観覧様、私が鳴らしてんじゃないんだよ。上でやってんだ、上に掛け合いなさいよ。そのうちに今度は音が変わってきて、カリ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 。目の前に焼き金を当てられたようにカーッと真っ白になる。ガラッズシーン、全然どっかすぐそばへ落っこった。あまりの怖さにお花があれーと言って半七の懐に飛び込むと、お花の冷たい前髪が半七の額に当たる。髪の油とおしろいの匂いが半七の鼻の中へプーンと入った。思わず我を忘れた半七がお花の背中に手をかけて力を入れてぐーっと引き寄せると、裾が乱れて燃え立つようなしじり面の中から雪のように白いお花の足がスーッと出た途端にパチーンと音がしてテープが切れちゃって先が聞かれなくなっちゃって申し訳ございません。